八木義則10月21日から1999年11月9日は日本の小説家、日本芸術院会員。北海道胆振国室蘭郡室蘭町大技、札幌通り4丁目に父、田中浩二、母、八木星の次男として生まれる。父の浩二は山梨県東山梨郡春日井村の出身で東京帝国大学医科大学を卒業し、 吉しが出生した時点では、町立室蘭病院に勤めていた。名医と評判であり、その後独立して、室蘭市内に田中病院を開業している。一方、母の姓は、青森県東津軽郡湯川村出身で、小樽市の海産物商の養女となるが妖家が没落し、室蘭で芸妓となり田中浩二と知り合った。戸籍上は、人力車業の村松は白。 タ瀬夫妻の子として記載され、生まれて、すぐに、沖縄市の子が知らない開発サブロを、米の家に血のみ子として預けられ、3歳まで育った。今外しという出生は、吉典のその後の人生に大きく影響した。1924年4月に、北海道町立室蘭中学校に入学し、剣道部で活躍。剣道部の先輩から教えてもらった、倉田百三と、 有島武まを読んで文学に目覚める。繊維志望だったが禁止だったためにかなわず、海に関係のある、北海道帝国大学附属水産専門部製造科に進学して札幌市に住む。同級生とカラフト旅行をした際に、新聞軍で宿題を払えなくなり、マスカン詰め工場で重労働をさせられたことから、左翼思想にかぶれ出し、 そのことが大学から問題視されてやむなく中退。上京して夜間のロシア語講習会に通いながら一時左翼運動に身を投じる。運動仲間が逮捕されてハルビンに逃亡するも捕まり室蘭警察署に留置される。思想検事の取り調べを受け天候声明を出して釈放される。失意の中でドストエフスキーを再読する。その後、実母性の戸籍に入り、 八木生となる。1933年4月に、第2早稲田高等学院入学。高等学院時代の1934年10月に、中村八郎、辻良一、ただ和ろらと、同人雑誌、目視を創刊。1935年4月に、早稲田大学文学部フランス文学専攻に入学し、同級生の小さ義よと修正の友となる。大学時代には、 第3次、早稲田文学復刊に参加する。1937年、早稲田文学に開票を発表し、横三一に高く評価され、後に支持するようになる。1938年3月に卒業、法天使にわたり、満州理科学工業に入社する。1943年、退社して東京へ帰り、東亜旅行者に入社。百四十四年、 王将を受けて出生し、コナン象徴から公軍中だった時に、劉幸福で、第19回、芥川龍之介賞受賞の知らせを受ける。1935年10月に、久保田竜也と結婚し一時を設けていたが、出生中の1945年3月10日、東京大空襲により妻と、子は焼死した。吉則は1946年に福音後、兄、 義弘と母の生が住む神奈川県横浜市鶴見区、万馬町に移住する。この頃、日本交通公社を退社。兄の義弘は、医師で鶴見区小野町の日本交換川崎病院に勤務していた経験があり、院長との交流により、川崎病院に看護師として勤務する中込め子との知縁が生まれた。中込め子は、山梨県中駒郡在結河村の出身であった。 吉シは、中込雅子と吉典を引き合わせ、1950年11月18日に、吉典と雅子は結婚する。しかし同じ年に、吉シは癌を苦にして自殺した。1948年、文芸時代同人となる。1950年、庭文遊主催の文学者復刊に参加。1952年、第5次、早稲田文学編集委員に就任。 昭和30年代以降は高校コースなどにジュニア小説を書いたりもしたが、あまり評価には恵まれず、地元北海道に関する作家活動が増えた。1969年から修正、東京都町田市の町田山崎団地で暮らした。または大吉への紹介により、八幡城太郎主催の青芝区会に参加して俳句を読んだ。 晩年になって評価が高まり、1988年に日本芸術院賞、恩師賞。その翌年から日本芸術院会員。1990年には、八木吉則前州前八巻が刊行され、菊池博史賞を受賞した。1989年君三等随法賞を受賞。1990年室蘭市、名誉市民。最晩年には、 新しい歴史教科書を作る、会賛同者に名を連ねていた。1998年11月9日、起立性低血圧の発作で入院していた町田市の多摩丘料病院で死去。改名は、慶運院随身吉野リ子代表作に、母子鎮魂、私の僧乳、マシウコ、風祭りなどがある。ありがとうございます。